もしもし。あ、もしもし。あ、お名前だけお願いします。剣持東也です。あと、はい、もうあの、あ、そっか、甲子園お疲れ様でした。あ、さすが、乾は大活躍でございました。はい、あの、ええあ、あ、誕生日おめでとうございます。あー、おきい、どうもどうも。いや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 、この ね、あの、メリットのない絡みなんだよ、メリットないとかないよ、絡みは。いや、すいません。何、かさ増しのために呼んだの。いや違う、今めっちゃ急いでるからね、私もう、あの、ケンムさんは1分で切ろうと思ってな。いや、じゃあ長くいるはできるだけ。いやいや、私もうだって今日告知があるから。いやいや、何歳になったのかな。何歳になったんですか。あの、ライバーとしては5歳です。はい、5歳。はい、ライバーとしては。なるほど、ライバー、じゃあライバーじゃなかったら、はい、果たして何歳になったんだ。何歳なんでしょうね、本当に。もう本当にロフマをね、大変だと思いますけど、本当お体には気をつけて、あの、頑張っていただければなと思います。ロルニスというユニットがね。いやもうね、ロフマもね、なんかアルバムが出て、なんかライブも決まったようでね、なんか本当に頑張ってほしいなって思って。もう本当に今日はね、お祝いに来てくださって、活動の場がたくさんあって、本当に素晴らしいなと思いますよ。今後歌出るんだよね、歌出るんだよね。告知ってそういうことなのかな。期待しちゃうな。ドルニス楽しみ。5歳って言ってたけど、ライバーじゃないとしては何歳なんだろう。何歳なのかな。ループしてんなこれ。さ、というわけでね、あの、また来ていただけてありがたいなって思いました。本当に。いやーね、はい、いやもう、いや5年目か。いやねーとかいいです、本当に。いやーねーとかいるの、本当ちょっと急いでる。私急いでんの、告知があるから急いでて、ね、本当に、本当に今日はい、ありがとう、おめでとうございました。いやでもほんまにちょっとお時間作っていただいてお気に入りでした。いやいやいや、はい、またあの、なんかあればよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。バイバイ。